北海道神宮、まあここの北海道で一番でかいんですか。マジガチガチ引退ですね。これもう決めてるんで昔から。でカメラ下げて。半顔様、いただきます。お願いします。撮ってないよねまだね。どうも、はだこです。今日はねということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いしますということで、ここどこですか言って見てください、このでっかい鳥。ここ鳥居みゆきつってね、北海道神宮っていうところらしいです。わかんない、ちょっとわかんないけど、北海道神宮、まあここの北海道で一番でかいんですか。でかいってことにしましょう。一番有名な神宮です。神宮って何ですか。神社で間違いない。ここから今早速入ってってお参りして、あのそこでね、まんじゅう、六花亭の美味しいまんじゅうもあるんですよ。今回ちょっとぶらり旅というか、なんかゆるく行きましょうよということで。で今回のちょっと本題なんですけど、過去の動画でも僕言ってます、結構前だよね言ったの。今年中に1000人いかなかったら、もう12月31日ですね。だから1月1日になった時点で登録者1000人いってなかったら僕 YouTube 引退なんですよ。多分最近ね、僕のチャンネル知った人は全然知らないと思うんですけど、実はそうなんですよ。今年1000人いかなかったら僕マジガチガチ引退ですね。これもう決めてるんで昔から。で本当にみんな協力してもらってるんで、1000人いきますようにっつって。ちょっと待って、カメラ下げて。さあ行くぞ。まんじゅうっていうか餅かな。半顔様、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 半顔様を、お一つ、はい、100円、経費で。半顔様、いただきます。あっかん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、これすごい美味しいです。あっち行きますか。じゃあちょっとね、ここ人結構いるんで。あげないよ。お、ここで抜けたな。こっから行ったよね、これ完全に。こっから抜けて、あーさっきこの辺でバタバタってたの、それだ。こっから出てったの今。うわー気づかなかった、抜け殻も手遅れ。檻に触れたり雨すぎ緑には晴れして空見れば日陰は夏になりましたかな。はっていうねこれ飲んだ方がいいの、ラフ。これでいいのかな。 OK です。なんか清められました。あれ本当に出してよかった。この先になんか絶景があるということで、世界最大のナイアガラの滝がねこの先にあるらしいです。行きます。どうやるんだっけこれ、どうやるんだっけ。思いっきり天高く投げて、こう這い上がりたい時は下から上だよね。でのし下がりたい時は上から下。いやそれ歯抜けた時それ歯抜けた時しっかり生えてきますようにってやつ違いますから。ほほっ、登録者1000人いきますように。登録者あわよくばそのまま1万人とかいっちゃわないかなっていう、お願いします。おみくじ開けます。これで結構左右されるみたいなとこありますからね。え、吉大って大吉だよね。逆に書いてるけど吉大、ちょっと読みますね。大吉だよ。照り続く日陰は、照り続く日陰。待ち人来るでしょう、なくした鍵見つかるでしょう、パソコンの編集上達するでしょう、登録者1000人いくでしょう、それ以上も期待できるでしょうと書いてます。ありがとうございます。神様ありがとう。あんまり俺神とか信じないけどね。